カタール航空、カタール航空、カタール航空はカタールの国営航空会社でカタールのナショナルフラッグキャリア。カタールの首都ドーハにあるハマド国際空港を本拠地としている。コードシェアも含め150都市以上の国際的な目的地へつながっている。ワンワールドメンバーでアラブ航空会社機構の一員でもある。イギリスのスカイトラックス社による 航空会社の格付けでは、ザワールドファイ5スターエアラインズ、ザワールズ e スターエアラも、ンズの認定を得ている。航空券の座席予約システム、CRS は、アマデウス IT グループが運営する、アマデウスを利用している。1993年11月22日に、設立され、1994年1月20日に、ドーハンマン線で運行を開始した。 当社はもともと王族の一族が所有者であったが CEO のアクバルアルイコールバーキルによる新しい経営チームによって1997年4月に新しく設立された。資本はカタール政府50%及び民間投資家50%によって所有されている。ここ10年で毎年35%の成長率でネットワークを広げている。 2005年3月31日、ドーハ大阪、関西線就航。2007年に行われたドバイ航空省において、カタール石油、シェル石油、エアバス、ロールスロイス、カタールサイエンステクノロジーパークの5社と提携し、天然ガス由来液体燃料を開発することを決定した。これが実現すれば、カタール航空が世界で最初に、天然ガス由来の燃料で、 飛行機を飛ばす航空会社になると示唆した。炭酸ガスの排出を大幅に削減し、地球温暖化の抑制を貢献できる利点があるとしている。2007年、カタール航空は80機の A350 や30機のボーイング787など、160億ドルにも及ぶ機材を発注した。また、今後数年で200機以上総額300億ドルに及ぶ 機材発注を行う予定である。2008年12月時点で平均機体年齢が3.2年と世界で最も新しい機材を使用している。2010年4月25日、ドーハ東京、成田線就航。当初は関西国際空港経由で運行していたが、2012年10月28日より直行便化された。2012年10月8日、 ワンワールドへ加盟するとの発表が出された。2013年9月9日、ワンワールドへ10月30日から加盟を正式発表。これを記念して、ワンワールド塗装をまとった、ボーイング777から 300ER、機体番号 A7 バーのお披露目も行われた。2014年5月27日の発着便から、ドーハの発着空港を ドーハ国際空港から浜戸国際空港に移転した。2014年6月18日、ドーハ東京、羽田選手港を2014年9月17日、購入していた超大型機であるエアバス A380 が引き渡されたが、今後は退役する見込みとなっている。2014年12月22日、エアバス A350 の最初の1機が、エアバスから引き渡され、 2015年1月15日から、ドーハフランクフルト線で運行を開始した。2016年1月12日、ドーハ関西線を週7便から週5便に、現便、同年3月31日、ドーハ関西線を運休。2017年2月5日より、ドーハオークランド線を就航。17時間30分の世界最長フライトとなる。 2017年6月5日、一部のイスラム諸国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーンエジプトイエメンモルディブなどがカタールと国交断絶を表明したこと、カタール外交機により、対象国との運航便は運航停止され、運休扱いとなったほか、サウジアラビアエジプトバーレーンアラブ首長国連邦に関しては、領空通過も禁止された。このため、 北アフリカ向けの便については、イランやトルコ上空から地中海上空に、またサブサハラアフリカ向けの便については、オマーン上空からアデン湾上空に抜けるなど、アラビア半島を大きく迂回する形で飛行するようになっている。2020年4月6日より、ドーハ関西線を運航再開予定。同社が発注した、ボーイング社製の航空機の顧客番号。 カスタマーコードは DZ で、航空機の形式名は B777 から 2DZLR、B777、3D ザーなどとなる。エグゼクティブ部門において、ボンバルディアグローバル5000型機やチャレンジャー605型機なども運用している。カタール航空の機材は以下の航空機で構成される。カタール航空の機内サービスの評価は国際的にも 非常に高く、イギリスのスカイトラックス社による5つ星航空会社に認定されている11社のうちの1つに数えられる2017年現在。2007年にファーストクラス世界第一位の称号を受賞。中東地域におけるベストキャビンクルーの称号については6年連続獲得している2008年現在。さらにエアラインオブザイヤー賞では2011年。 2012年、2015年、2017年と4回1位を獲得しており、キャセーパシフィック航空、シンガポール航空、エミレーツ航空などと共に高い評価を受けている。また、保有期就航年数も平均約4年と世界の中で最も新しい飛行機を所有、運航しており、設立以来一度も重大事故を起こしていないことから安全性も高いと言える。 座席構成は、エアバス A380 とエアバス A330、-200、3 0 0の一部が、ファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラスの3クラス。その他の機材は、ビジネスクラスと、エコノミークスの2クラスで運行されている。機内食は豚肉を使わないムスリム食。日本路線においては、和食、ウエスタン、アラビア料理の3つのチョイスがある。 事前予約が必要な特別食も充実している。また、エコノミークラスにおいてもビール、ワイン、ウイスキー、ウォッカ、ブランデーなど多様なスピリッツが無料で提供されている。客室乗務員は、世界100カ国以上出身の多国籍で構成されており、日本路線には日本語話者も常時2から3人程度乗務している。また、日本就航以前から、 日本人客室乗務員を採用しており、日本路線のみならず就航している、全路線に乗務している。浜戸国際空港にて、ビジネスクラス、ファーストクラスの乗客には、アルムルジャンビジネスラウンジにて、食事やシャワーのサービスを提供している乗り継ぎ時間が5時間から12時間、ある乗客には、無料の市内観光ツアーが実施されている。乗り継ぎ時間が8時間を超える乗客には、 ホテルを提供している。ドーハ国際空港を利用していた当時は、世界初となる、ファーストビジネスクラス専用、プレミアムターミナルを2006年に、ドーハ国際空港に開設していた。スパ、サウナ、ジャグジ、マッサージ、仮眠室や、最先端の会議室、ビジネス施設、保育所、ビデオゲームルーム、レストラン、デューティーフリーショップなども設けられている。また、 ドーハ国際空港にて、ヨーロッパ路線に乗り継ぐファーストクラス利用者には、プレミアムターミナルから、搭乗機まで、BMW7 シリーズでの送迎をしていた。カタール航空のマイレージサービス、プリビレッジクラブは、ワンワールド加盟航空会社で、コードシェア便を運航している、日本航空やアメリカン航空、ブリティッシュエアウェイズなどのほか、以下の会社とも相互協定を結んでいる。 その他、エアラインオブザイヤーにも毎年上位にランクインしている。アメリカのフライトスタッツ社の調べによると、定時到着率は68%で低い。2012年11月、カタール航空は FC バルセロナのスポンサーになるとともに、商業スポンサーとしては、史上初のユニフォーム胸スポンサーとなり、2016年シーズン末で契約満了となった。 テニスでは2014年に開催されたインターナショナルプレミアテニスリーグの共同スポンサーとしてコカ・コーラと共に支援していた。2014年10月、サウジアラビアのサッカークラブ、アル・アハリ、ALD は推定年間1600万ドル、約17億6000万円の3年契約を締結していたが2017年6月に国交断絶が発表された。 わず数時間後に契約を打ち切ると表明した。2018から19シーズンより、イタリアセリエのローマとの胸スポンサー契約を交わした。その他アルゼンチンのボカジュニアーズ、ドイツのバイエルンのオフィシャルエアラインにも指定されている。2017年から22年まで、国際サッカー連盟、FIFA パートナー及びオフィシャルエアラインとなった。また2018年アジア競技大会でも、 オフィシャルエアラインを担当した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。